はい、皆さんこんにちは。みなです。だからです。みのぶです。最近ちゃんとアップしてるでしょ。そうだね、最近アップできてますね。そう、で、今日は最近なんだっけちゃんと打ち合わせしたんですけどですね、タカがもう昔からずっとドイツ語を学ぼうとしてて、動物の鳴き声も日本と全然違うなということで、最近気づいちゃいましたね。今日やりたいのが、ちょっとあの皆さんにもタカにもクイズを用意しました。そうだね、はい、こう見てくれてる人も参加型あのとりあえず私は10個の動物の鳴き声を用意して、その鳴き声の動物は何ですかというクイズだから、私はまあワンワンと言ったら動物は何という、そう、それのドイツバージョンと全然私もタカの点数を取って、最後に10個のうちが何個が正しかったかを、はい、皆さん勝負しましょう。そう、コメントでも中入れて、そうだね、何個答えれたとかね、はい、10分の10だったらすごいよそうだね、多分そんな人いないと思う、いないと思う。はい、始めます。 Let's get started。 はい、はい、行きます。はい、はい、1個目、ミャオミャオミャオは何の動物ですか。はい、これは多分いけるよね。いける。皆さんどうですか。それは猫。そうです、ミャオミャオ。ちなみに日本語は知ってる。ニャオニャオ。イエス、似てるね、ここはね、うん、なんか似てるし、なんか可愛らしいでしょ。なんかまあまあ、これぐらいはね、わからないからね、うん、そうそうそう。次、あのね、今のところ1個が正しい。今1、よかったね、はい、あれ、入れる。なんか、あの、下にこう、数字、ここで。じゃあ、第2問、ワオ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 。まあ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 、犬。そう、イエーイ。それもなんか似てるでしょ、あの。そうだね、日本はワンワンね。ね、まあでもあれだよね、小型犬、中型犬、大型犬ちょっと違ったりするもんね。はぁ、キャンキャン、はぁ、ワンワン、ブルーなわけないでしょ。次は難しくなるよ。急にレベル上がる。はい、上がる。3問目、はい、クワーク。クワーク、クワーク、クワーク。なんやそれ。一個の何ヒントが日本と全く違う。クワーク。ヒント教えて、ヒント。だからアヒル。何アヒル。アヒル、あの水の上でこう浮かんでるアヒル。あークワーク。あーすごい。でも当たり。いや当たってはないけど、あのアヒルはクワークワーク。おお、日本とそれ一緒だ。クワクワクワ、うん、あ、違う違う違いました、うん、俺は不正解。ヒントを教えてくださいね。クワーク、お水に住んでる動物。水に住んでる動物でクワークって鳴くやついねえわ色は緑か茶色かみたいな。緑か茶色、全然ちゃうね。そんなことある。動物でさ、あるよその動物。緑か茶色、わかんない。はい、クワーク、カエル。カエル、でもゲロゲロも何も正しくない。あ、日本語知ってんだね。ゲロゲロゲロ、だからそっか、ドイツ人からしたらどこでゲロゲロするのということで答えはね、カエルでした。これ当たった人いたらすごいよね、逆に。4つ目、よっ、キッケリキー。笑うな。キッケリキー、キッケリキー、キッケリキー。キッケリキー。キッケリキーはわからん。なんで。キッケリキー。日本語もそんなに違わないと。ウッキッキーじゃないもんね。キッケリキーだもんね。ヒント欲しい、ヒント。ファームに住んでる動物。分かったでしょ。そんな難しくない。キッケリキー。俺の予想は、はい、サル。サル。ウッキッキーでしょ、日本。だからキッケリキーがなんか怒った時のキッケリキーみたいな。サル、あのドイツにサルがそもそもないから、多分ドイツにサルの、サルいないか、鳴き声がないと思う。まだみんなゲスしてるから。農場にいる小さめの動物、色は茶色。茶色、まあ、白とかもある。白もある。答えは鶏です。あー、鶏。日本の鶏。あー、そう言われたらそうかもしれない。まあ
なんて言うの日本語当たり、うん、コケコッココケコッコ一緒でしょコケコッコ見てるわキキあーあれいいこと思いついたコケコッコわかんない、はい、なんかわかんない時に鶏だったらこうでしょやだやらないヒントとしてそういうのやるやですはい次は私は日本語の鳴き声がわかんないからドイツの鳴き声はイアーイアーかな本当にこれで分かる人本当すごいと思う。イーアーイーアーヤッホー。これもヒントいるわ。ヒントはね。まず陸か海か。陸。陸にいて飛ぶの歩くの。歩く。人が乗る動物です。おおそれだいぶヒントじゃん。もうさ馬かロバかラクダか象かぐらいしかなくね人が乗るって。その中に。おお入ってる。はい。イアーが答えは馬馬ということで決めました決めましたブッブー違うのここまで来て嘘やん何ロバロバがイアーというロバって日本語で何なんだろう皆さんなんかロバの日本語の鳴き声わかりますなんかもしわかればコメント欄で教えてくださいはい次はい、次に行きましょう。次はちょっと冗談の、はい、次の質問はこれです。プロプロ。プロプロ、プロプロ。この口の形。プロプロ。その動物もその口の形してるとか？なんか。は？マジで？え、ヒントがないとわかんないわ、これも。あの、水に住んでると。みんなわかる？すぐにわかるわ、するでしょ。あれなんか水に住んでる動物が水面に来て息するときにブッブッってやること行かない行かないの水面にブッブックジラクジラわからん俺不正解よ行ったら行ったらああそういうことかってわかるマジでこれヒントだそうよちょっと、水に住んでて大きさはあいろんな種類があってんめちゃくちゃ、日本人が食べてて食べるんだ日本人がはい日本人が食べるまあ大体食べるかフィッシュだフィッシュ魚おいシリが反応したぞ魚魚次の質問はこちらですトゥルおいちゃんとやってちゃんとやってトゥルたがーたがー全く見当つかないよヒントは今日どこかで考えるときに出てた動物おおさっき俺がなんか言ってたのの中に入ってるはいたがー走る飛ぶああ走る走るたがーラクダラクダって何あのコブが2個あるやつあモロッコで乗ったあの尻がめっちゃ痛くなるお尻がめっちゃ痛くなるトゥーグトゥーグ答えはゾウですゾウゾウトゥーグなんて絶対言ってないよあれがあるでしょトゥーグ違う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 トゥーグあれがトゥーグ全然違う違う日本知ってるから違う日本パオーンなんでだってゾウってさ、バオーンって言うじゃん、泣くじゃん。だからちょまって。トゥグーは絶対わかんない。これ多分見てる人も絶対わかんない。逆にトゥグーでゾウって分かった人コメントで教えて。7問目はい。七問目はめーめー。はいはいはい、これいけるわ。はい。めーめー。これ日本と一緒。あ、そう？羊。そうだよ。イエスさ。やったー。これね、みんな今までそんなめっちゃ難しかったけど。急にね、ワンポイントゲット。行きましょう、次、はい、次はムームームーあ、これもわかる答えちゃいますよ、私いいですか牛そうだよイエーイちなみに日本で牛はもうもうそうそう、もうもうもう似てるね似てるね後半に来てね、がっつりポイント稼いでますやったね、やっとちょっとだけポイントが入ったはい、最後ピーピーえピー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 わかった、はい、ピーピーでしょ車クラクション
ピーピーって。そんなことなの？ヒント欲しいの？いや、欲しい欲しい、全然わからん。はい、あの、小さい動物。走る。走る、走る。走る。走る。だから、あの、家にもいるし、外にもいるし。あ、家にいるんだ。それは何？ペット？汚い、家にはいる。だから、小さい動物で、どこにでもいて、汚い家にいて。ゴキブリじゃないよ。ゴキブリ虫だからね。わかるでしょ。答え言っちゃいましょう。はい、ネズミ。ネズミ。日本は知ってる？ちなみにネズミの鳴き声、チューチュー。チューチュー、チューチューチュー、チューして。あの、ちなみに皆さん何ポイントですか？タカが4つ。俺4ポイントだったっけ？4ポイント。皆さん何点でした？コメント欄で教えてください。はい、あと一番面白い動物を教えて。確かにびっくりした動物の鳴き声をコメント欄で教えてください。はい、ちなみに僕はトゥルトゥル、トゥルルーか。ということで、ということで、今度なんか俺から出すよ。ああ、レナがどれだけ日本人かっていうクイズ。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。私はできない。経験します。ちなみにこのお菓子も美味しいよね。レーズンクランベリーチョコ。なに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 、おいおいおい。